ドットコムチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。高校野球ドットコムの栗崎です。前回プロ野球オリックスバファローズで内野守備走塁コーチを務めている風岡直之さんに内野の守備における動き方を解説していただきました。第2回となる今回は守備におけるより重要なポイントについて解説していただきました。今回も球児のためになる内容ばかりとなっています。それでは早速見ていきましょう。まあゴルフで言ったアドレス、はい、構え、はい、構えがまずこの構えが合ってなかったら僕絶対ダメだと思うんですよ。例えばその低く構えろって言って極端やりますよ。こんなしてどうやって一歩目出るっていう話わかります、はい、じゃあこうもないですよ、はい、そしたら自分の大体肩幅ぐらいで一番ハマる、だから自分が合うとこを探す、はい、これがまず僕一番です。構えが、はい、構えがいい悪いで守備がうまいか下手かって言ったらおかしいですけど分かる、なんとなく雰囲気出ます。僕らはみんな顔とかみんな身長全部力が違う、選手も違うんですよ、一歩目の仕方が、はい、だそれをやっぱり見極めてあげて、一歩目はどこで一番出やすい、一番反応しやすいとこどっかを見てあげる。僕これ守備一番うまくなる反応し切れたと思います。そうするとじゃあグラブの出し方がどうだかこうだかになりますよね、はい、面を向けなさい、はい、立てろと、はい、そんなことよりも一歩目があったら勝手にグラブの面が合うようになるというのがこれが不思議と。じゃあもっとじゃあ詳しくグラブの面をって言えばね、こう90度向けなさいとかいろいろありますけど、僕はもう普通に前へ狙いした状態で手がこの肩幅で置いたとこうですね。だからグラブの形状こうなってるじゃないですか、はい、こうはおかしいですよ、はい、こうなったら右手はこうなるじゃないですか、はい、まっすぐって言ったらこの肩がまっすぐって言ったら僕はやっぱここだと思う、はい、でしかもこの見える位置、自分のこうやってしまうと、はい、頭が突っ込んでしまうんで、見える位置で取ったとこに僕右投げさえ言ったら取ったとこに右ステップして入れ替えて投げる、補給ステップスローっていうのは僕はこれだと思うんです、はい、もう一つよく聞かれるのが引くんですかって言うんです、はい、引かないです。ゴロが来たらこの足が右足が全部へそが入るって人、右足が動いたら勝手に近寄るんですね。わかります、引くように見えるけど引いてないです。出すことによって引いたり見える。で取り方としては、まあ、生卵を優しくする、それも合ってます。ただイレギュラーの取り方としては、取り方はそれだけじゃないですよね。早い頃来てスピン効いた時に引いてしまうと上がりどこって強いわけですよ。こうやって弾くケースよく見ると思うんですけど、だったらここで押さえないとダメなんですよ。ハーバンドバチーンって、でこれはある種衝突した取り方でも、この取り方も覚えておかないと、しかもこの取り方の時はこのやっぱりちょっと角度をつけて下から上がってるのと上から押さえるわけです、こうやって。そしたら押さえれますよね、理屈的に。だからこの取り方も必要かなと思います。僕はやっぱり試合に即すっていうのは、はい、結局、まあ、僕は守備コーチでノックしますけど、はい、ノックと打球違うんですよ、はい、なるべくこういうスピンをかけて打っていくようにはしてるんですけど、はい、やっぱりバッティングのフリーバッティングの打球をこれに限ると思うんです。でそれが取る取らないじゃないですよ、はい、そこの1本目のスタート、打球が出た方向が目で入ってくるやつ、情報が目で入ったらそれは動くで、これをまず1本目の訓練するってのは僕は大事なんですね、上達するためには。でも本当にもう1が始まらなかったら2、3、4やっても僕はダメだと思うんですよ。じゃあ最初に構えて、この後ろに構える内緒いないですよね、近くないと。じゃあ前向いて構えます、じゃあどの構えがいいんですかって、僕これが言っちゃうと思うんですよ。ある程度の構えをしとかないと、できるやつですよ、こうやってこうなるやつ、もう脱力して肘も上半身がだから力抜いてください、はい、抜いて構えてくださいって言うんですよ。どこでも力入ったらイレギュラーした番を取れないですよね、当たっちゃうんですよね、パンといけないですよね、手が力、はい、ボクシングもそうなんですよ、ボクシングこんな力こうやってやらないんですか、楽にしてるじゃない、それと一緒なんですよ、テニスとかと。だからそんな感覚でやったら守備は上達する。まずまあその1本目もそうで、その形が1本目ができだしたら今度たくさんゴロを取る、ノックを取るっていうのが大事かなと思いますけどね。出すか。で一歩目があると、これ僕の経験がなんか合うんです。
で選手にもいいぞ、はい、あなんか勝手に会ってきますって、いや会うようになってるんですよこれが不思議と。で逆に言うとミスした時っていうのはもう遡ると1本目がやっぱり合ってない、そう合ってなかった、1が間違ってるから 2,3,4 も続かないって僕は思うんですけどね。いかがだったでしょうか。今回も守備が上手くなりたい球児にとって勉強になる内容ばかりだったのではないでしょうか。風岡コーチありがとうございました。最終回となる第3回ではスローイングについて紹介していきます。プロだけではなく誰もが練習であるキャッチボールで実践できるスローイング向上のメソッドを大公開します。次回もぜひご覧ください。